ついにこの時が来たわ。申し訳ありません。もっと努力します。バルガス18金。こちらが検索結果です。はい、どうもトロです。今回もね、5章を進めていきましょう。 5-15 開幕オーディション。もう結構ね、夜遅くなっちゃったね。23時今45分。歌声をプログラムで作るなんてそんなあり？オルト君さすがは魔導工学の申し子と名高いイグニハイド領長。面白いことを考えるの。魔導工学の申し子と名高い、結構ありかも。合成音声ソフトをプログラミングして曲作って動画上げるのめっちゃ流行ったしなんかリアリティあるんだよな。現実世界と同じなんだよな。ボーカロイドのこと言ってるもんね、きっと。エレクトロポップとか俺も結構好き。話が全然わかんねえんだぞ。グリム何が分かって何が分かんないんだよね。グリムって、グリちゃん、バーチャルアイドルとか見たことない？バーチャルアイドル、 VTuber とかね。今動画見せてあげる。懲役太郎とかかな、 VTuber。 ちょっと待ってね。無料動画を見るには、企業 CM を先に一つ見ないとダメなんだ。生々しいな生々しいな。 YouTube じゃねえかYouTube じゃねえか。あ、ねえ、一口飲めば願いが叶う。魔法のドリンク知ってる？知らない。なんか危ない薬じゃない？大丈夫？なんか待って、胸のブローチさ、これ魔法石だよね。ロイヤルソードか。ロイヤルソードでね、今ツイッターでさ、このネイジ君の声ネタバレみたいなのしててさ、タイムラインでイリのミユ君じゃないみたいな来てたんだけど、キンハ18年やってきてる身として多分違うかな。わからんけどね、わからんけど、ちょっと低音が足りないっていうか、ミユ君のね。嬉しいけどね、ミユ君。シュワッと弾けるビタンさん、赤く色づく恋の味、新発売レッドアップルソーダ。あー、でもちょっと似てるな、ちょっと似てるな。いやー、難しいけど、でも違うと思う、違うと思う。違うと思う。低音がちょっと足りない気がする。いや、でも完全にあれやね。ネージーさん、完全に白雪姫だね。黒髪らしいね。黒髪らしい、服もそうだし、青い鳥もそうだし、リボンもそうだし、白雪要素しかねえな。胸のブローチが気になるな。魔法石、これロイヤルソードの魔法石ってことかな。あ、最近話題のドリンクの CM。 新発売の商品は押さえとかなきゃ。購買部後で見に行こうっと。あー、でもエペルっぽさもちょっとあるな。髪の毛、髪型がちょっと癖っ毛っていうかさ。難しいな。おお、この CM に出ているネージというタレント、先日領庁会議で話題になったな。なったね。こやつも今度の VDC に出場するらしいぞ。これ裏ではなんか悪いことしてるんじゃない、この子。でもロイヤルソードだからそんなことねえか。え、この大会そんな有名芸能人も出るんだ。有名、いや、ビル様も有名人だから。マジで猛者が集結する大会なんだな。ますます本気で挑まねえと。ますます。出場できたらネージュ君と一緒に写真撮れたりするかな。ケイトさん、そればっかり。ケイトさん、何が本当目的なんだろうね。マジカメ人気になりたいっていうのを、でもビル様とちょっと被る気がするんだよな。気になんな。ケイト先輩、またミーハーなこと言って。誰かのために撮ってるとかあったら感動するよね。だってネージュ君って今一番ホットなマジカメグラマーだし。チャンスがあるなら記念に撮っときたいじゃん。まあまあまあ、確かにね。なんかさ、椅子のクジャクの羽がなんかエースから生えてるみたいになってるんだけど神々しい。ビル君とネージ君と一緒に写れたりしたらバズり間違いなしかも。確かにな。いや、いいな、芸能人と写真撮りてえな。おい、ケイト、もっとスマホ下げてくれないと動画が全然見えねえんだぞ。来た、全長70センチ。僕に内蔵されてるプロジェクターで動画を壁に大きく投影してあげようか。つえーな、オルト。あ、これロボットってこと知るのかな。
まだみんな知らない。あ、どうした？殴られた。うるさいわよ、ジャガイモたち。ビール様。ビール様、何殴った？壁殴ったか。ビール様、壁殴ったらひび割れるでしょ。あ、キラ、キラキラーン。まぶしい。なんだこの輝きは。目がチカチカするんだぞ。魔法？この学園で私のことを知らない人間はいないと思うけど。ああ。現場の礼儀はまず挨拶から。挨拶からね。そうだね。私はポムフィオーレの寮長。ああ。ビルシェンハイト。こんにちは。今回学園長に。学園長に。ボーカル&ダンスチャンピオンシップに出場するメンバーのプロデュースを任されているわ。あ、プロデュース。あー、だからビル、ルーク、エペルは確定なのかな。3人プラス4人を選ぶとかそういう感じ。これより選抜メンバーのオーディションを始めます。ああ、ルーク、後をお願い。後願い。ウィ、ロアドゥポワゾン。ロアドゥポワゾン。私はポムフィオーレの副寮長ルーク・ハント。ルーク様、以後お見知りおき。ルーク様。あ、オーディション受付係の変なやつだぞ。ポムフィオーレの副寮長だったのか。あ、そっか、今知ったのか。これからみんなに課題曲を披露してもらう。おう。審査ポイントは、え、歌うの？歌唱、ダンスの2項目。おう。オーディションは3人ずつ行うよ。3人ずつ。名前を呼ばれた人から部屋の中へ入ってくれたまえ。いや、緊張するな。3人ずつ。え、誰とペアなんだろう。来た、炸裂キャラクター。炸裂キャラクター。あ、ここはあそこじゃん。フェアリーガナの時のボール。あ、これがボールルームなのね。へえ。では諸君、おう、これよりオーディションを始めるよ。あ、よろしくお願いします。エントリーナンバー1から。ミュージックスタート。え、ねじれたリズムで踊ろう。うつむき春一も愛嬌さ。構わないよ、ちょっと悪いくらいがいいじゃない。すげえ、すげえ。キャラソンになったね。キャラソンになった。キャラカバー。マジで主題歌。マジで。ムシュータンポポ、軽やかなステップと弾ける笑顔。大しさと愛らしさが同居している。ま、歌はちょっとあれやったね。うん、確かに確かに。ダンスはすごそうだけど。ボーテ100点。あー、すごい、100点。身のこなしは悪くないけど、うん、歌も踊りも全体的に雑さが目立つ。うん。次。なんか音痴ってわけじゃないんだけど、あれだよね、キャラが出すぎてたよね、歌に。ラギーっぽさが。ボーテ100点。ねじれたリズムで踊ろう。うつむき春一も愛嬌さ。構わないよ、ちょっと悪いくらいがいいんじゃない。おー、ケイトさんうまいな。ケイトさんカラオケ慣れしてるって感じだな。なんかあったもんね、カラオケのくだり。いやー、さすが軽音部。ムシュマジカメ、歌声にダイヤのようにきらめく華やかさがあるね。いつまでも浸っていたくなる。ダイヤのようなきらめき、うまいな。ボーテ100点。100点しか出さないじゃないか。ボーテ100点。いやー、歌もダンスもそつないけど、全然パッションが感じられないのよね。次。いやー、厳しいな、ビル。ねじれたリズムで踊ろう。うつむき春意地も愛嬌さ。構わないよ、ちょっと悪いくらいがいいじゃない。あー、緑川さんいただきました。緑川さんのいただきました。いや、いいね、リリア様。無臭好奇心。好奇心。愛らしい姿とは裏腹に、しっとりとした歌声がまとうオーラは実に妖艶だ。はあ。ボーテ。ボーテ。100点。100点。100点しか出てねえじゃないか。なぜかしら。うん。リリアからは高校生らしいフレッシュさが一切感じられない。次。まあまあまあ、まあ、リリア様は500歳ぐらいだからね。500歳以上か。
あ、ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。かわいいよ、なんか小悪魔って感じっていうか、なんかかわいいな。かわいいよ。いやいや、これボカロか、ボーカロイド、オルト。無臭お人形、なんて斬新なんだ。キレのあるロボットダンスと歌声に私の瞳は釘付けさ。ロボットだもんな。ロボットだもんな。いやー、ボーテ100点、100点。いくらジャンルですと言っても限度があるわ。次。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。あー、まあ、ちょっと元気が前面に出てるけどいいんじゃない。カリムロアドゥール、熱さの上を吹き抜ける一陣の風のごとき舞い、軽やかな歌声に私の体も飛び上がりそうさ。いや、言葉のレパートリーすげえな、ルーク。よくこんな短時間でサラサラとね。ボーテ100点、ボーテ100点。ふん、みっともなく転がり回るだけの野菜どもより、ああ少しはマシかしら。あ、やっぱカリムは選ばれるか。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春吉も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。ジャミル元気だな。ジャミル陽の部分を見た気がする。あと巻き舌じゃなかったね。ちょっと巻き舌期待したけど、踊ろうとか悪いとかね、このオーバーブロットした時みたいな巻き舌を期待したけど、いやー爽やか。ジャミルもこれ選抜されるでしょ。ムシュマルチ、さすがだよ。クールに装う仮面の下で燃え盛る熱いソウルが伝わってくる。グルーボーテ1000、100点、100点、100点。歌も踊りも今までで一番安定してる。うん、悪くないわ。いやー選ばれちゃったね、これカリムとジャミル。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいんじゃない。おー、エペールさん、無臭ヒメリンゴ、ヒメリンゴ、実に愛らしい、実に可憐だ。毒リンゴじゃない。今日に向けて全てを磨き上げてきたね。おー、ボーテ100点。いやー、なんかあれはね、エペルに対してはなんか違うっていうか、違うね。なんか親のような目線だね、ルーク。目が優しくなってるもん。言葉、声、声色もなんかね、優しくなってた。ルーク、ボーテ、100点。ルークの評価に100点。ねえ。いやー、ルーク、いやー、あ、だからトレンド入りしてたのね、ツイッター、ルーク、ルークって。まあ、ガチャの件もあるだろうけど、この絵もなんかトレンド入りしそうなの、ボーテ100点。あの子、またサビの前でミスった。リハで100点でも、はあ、本番でミスしちゃ意味ないわ。厳しいなビルさん。っていうかルーク、あんたさっきから全部満点をつけてるじゃない。やっと突っ込んでくれた。真面目に審査する気ある？もちろんだとも。しかしみんな素晴らしくて甲乙つけがたくてね。そうだね、みんな素晴ら、いやそうだよな。整った美もあれば、いびつだからこその美もある。うん、そう思わないかい？うん、いびつだからこその美もある。うん、このツイステッドワンダーランドの世界のこと言ってんのか。いや、ルークはね、怪しいところもあるんだよね。ゴーストマリッジしかり。あんたを審査員にしたのは失敗だったわ、まったく。部屋もね。ルークのあの部屋もね、謎だらけなんだよな。いや、ルークなんか関与してそうやな。さあ、次で最後のグループよ。はあ、呼んできてちょうだい。おう、ゼアノート行く？ウィ、ゼアノート行く？ウィ、ガチャ。エーストラッポラ君、デューススペード君、
グリム&監督生くん。グリム&監督生くん。え、やっぱゼアノート踊るんだ。おじいちゃん踊れるかな。一応知らない人に説明しておくと、この監督生のゼアノートっていうのは、とあるね、ゲームの、まあ、敵っていうか、ボスなんですけど、おじいちゃんなんですよね。御年90歳前後の。その設定で今プレイをしておりますので、おじいちゃん大丈夫かな。まとめて中に入ってくれたまえ。おう、ついに俺様たちの番なんだぞ。おう、頑張るんだぞ。よし、絶対受かってやろうじゃん。おう、ここまで来たら腹くくるっきゃね。さあ。でもメンツ的に A デュース受かるんじゃない。 あんたたち、私に無謀な戦いを挑んできた泥つきジャガイモじゃない。泥つきじゃがいも。ドタバタ見苦しい身のこなし。あれから少しはマシになったの。あなたが褒めたカリムとジャミルにね、夜な夜な付き合ってもらったからね、夜な夜なね。ちゃんと特訓してきたんだ。スカラビア仕込みのパフォーマンス見せてやるんだぞ。なんかスカラビア色強くない。そうだな。スカラビアのダンスの方法をさ、多分教えてもらったよね。あ、戦闘じゃない。リズミックか。待って、今回のリズミック。待って、フリック、フリックやっぱ来たね。いや、待って、アニメーション見たい。ルーク、まあ、よろしい。もう前みたいに、見苦しいだの、美しくないだの、言わせねえからな。よく喋るじゃがいもね。エセパティ、君たちの可能性、存分に見せてくれ。今回まだあれかな、ユニーク魔法顔見せはしないのかな。誰も、君たちはまだ羽ばたき方を覚えたばかりの白鳥。ボーテ100点。いやー、ほんとあんたは何でも褒めてばかりね。いやすごいよ、人を褒めるって結構難しいからね。ね、そんな甘くなさそうだけど、油断して後半ミスんなよ。ミスってよ。もうミスったんだぞ。うん、ターンターンターン、オッケー。後半 OK。 いや、前半恥ずかしいな、あんなとこで。あんなとこで、しかもイージー。どうだ、完璧に踊れたんだぞ。終わりなら、さっさと外に出てちょうだい。いや、厳しいな、感想とかねえのかよ。失礼します。でも監督生は、まあそっか、そう、グリム可愛いな、歩き方でも。ああ、17、鑑定ブライト。素人の付け焼き場丸出しのお遊戯会、論外ね。マジで、なるほどなるほど。あ、ルークどうした。挑戦者の諸君、オーディションは以上で終了だ。審査結果は明日、合格者のみに連絡させてもらう。ドキドキするやつ。楽しみにしていておくれ。ドキドキする。寝えない、夜しか眠れない。結果は明日か、そわそわしちまうんだぞ。ね、その場発表じゃないのはそわそわしちまうんだぞ。 A メロで思いっきり音程を外してしまった。歌ったり踊ったりって結構体力使うんだな。寮に戻ってなんか食おうぜ。そうね、なんか食おうぜ。冷やかしに来たジャガイモと、ある程度は心得がある素人が半々ってところね。はあ、ジャガイモとある程度は心得がある素人。今年のボーカル&ダンスチャンピオンシップ絶対に負けられない。まず審査員の点数が高かった順に相当して。全部100点じゃないの。アドン、ビルか。うるわしのビル、少し待っておくれ。うるわしのピル。ほう、すでに研磨が済んでいる宝石は当然美しい。しかし、磨いてくみたいな、そういう感じか。石ころじみたいびつな原石も、はあ、磨けばきらめく宝石に生まれ変わる可能性を秘めている。そういうことね。でそう、そういうことね。白雪姫の鉱山、鉱山とかけてるんだね、この宝石。もしかすると今君が手にしている宝石よりもね。今君が手にしている宝石、エペル？そうね、ルークの言う通りかもしれない。一番の美しさを手に入れるためにはありきたりな考えじゃダメ。大切なのは原石を磨いた時どんな宝石に生まれ変わるのか見抜く力。
はあ、いびつな原石に秘められたポテンシャル、私は最後に踊った1年生たちに感じたよ。監督生も良かったの？踊ったのかな？え？よりによってあんなジャガイモたちに？例えるならばビル、君はその輝きで世界中の人々の目を奪う大粒のダイヤだ。ああ、大きな宝石がぎっしりとひしめき合うティアラ、うん、それも悪くない。でも、ああ、なんか引き立てるみたいな、そういう感じか。引き立て役。大粒のダイヤを囲むように、ああ、小粒ながら色とりどりの宝石が散りばめられたティアラの方が、ああ、より美しく魅力的だと私は思うのだけれど、もちろん最終決定権は君にある。たわごとと聞き流してくれても構わないよ。はあ、でも一番わかっているのは君自身だろ。はあ、あの輝けるネージュ・ルヴァンシェと戦うには現状のブラッシュアップでは届かない。はあ、もっと革新的なマインドが必要だと。はあ、そうね。今年のボーカル&ダンスチャンピオンシップの出場メンバーは、はあ、はあ、本しか言ってない。今回本しか言えんかったわ。ああ、本ルークの一言一言をちゃんと聞きたいなと思って本しか言ってないわ。さあ18話いきましょう。アロー弓ルークあれか、合格発表通知を弓で飛ばしてくるとかそういう感じなのか。翌日、ルークだったらやりかねんな。ほら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 、渡り廊下とかでさ、弓が飛んでくるんじゃないこれ。ああ、魔法師で居眠りしてたらトレインに見つかって宿題増やされた。トレイン、あいつ、宿題を上乗せするために俺様たちを眠らせる魔法を使ってるに違いねえんだぞ。黙々と多分あれだよね、教科書読むタイプ。まあ、あの小山さんの声ね、落ち着きがあるからね、確かに眠くなるかもしれんな。うん、僕は眠らないように手首に輪ゴムをつけてるぞ。ん？眠くなったら引っ張って弾く。はあ、眠気防止になるのかな。そこまでするか。あ、ところでさ、確か今日ってやっぱ天然だな、デュース君かわいいな。ボーカル&ダンスチャンピオンシップのオーディション結果発表日じゃなかったっけ。せやな、もうすぐ昼休みだってのに知らせが来ねえんだぞ。ほらほらほら、飛んでくるよ多分。現段階で特に何もないなら、はあ、落選したんじゃないのか。落ちちゃったかな。もう少し待ってみよう。もう少しね、夜までわからん。あ、ルークさん、ルークさん、なんかルークさんの行動がわかるようになってきてよ。あ、何が飛んできたの。鼻先スレスレを通り過ぎていったぞ。すげえな、目良すぎだよ。壁に矢が刺さってる。殺人事件が起きた。矢だって。テレレッテッテレレッテッテッテ。矢だって。まさか俺様たち死角から命を狙われてるんだぞ。死角から。誰だよ死角って。あ、やちょい待ち。ああ、この矢手紙が結んである。ああ、なんだと。果たしようか。お前何でも喧嘩に直結させんのやめろよ。カサカサ。ボーカル&ダンスチャンピオンシップオーディションにご参加いただきありがとうございました。なんか丁寧だね。厳正なる審査の結果エース・トラッポラ・デューススペード。なんか企業から来るなんかメールとかあれみたいな、プレゼント企画の当選者発表。長期2名を合格とさせていただきます。つきましては本日の放課後ポムフィオーレのボールルームにお越しください。ああ、え、合格。メールとか使え、メールとか使え、物騒すぎだろ。合格ってことは、うん、僕たちが選抜メンバーに選ばれたってことだよな。そういうことだね。それ以外あるかよ。よっしゃー、これで寮長の手伝いしなくて済む。俺様はあんなにキレキレのパフォーマンスを見せたのに。あ、そうか、グリムダメだったのか。あ、まあまあ、そうだよね。エース、デュース、カリム、ジャミル、ビル様、ルーク、エペルの7人だよね。うん、セブンプリンセス。あ、ま
7人の小人。まだ手紙に続きがある。あん。追伸、オンボロ寮の監督生殿。はあ、7人に、7人か、7人の小人。お知らせがあるので、放課後は上記2名と共にポムフィオーレまで来られたし。なんか特別扱いしてくれたよね。だって。だって。名指しで、なんだろう。とにかく、放課後はみんなでポムフィオーレに行ってみよう。そうだね。うん、俺様のツナ缶4000個の夢が。でもクローリー関与してないもんね。けどやっぱクローリーとルークがつながってるのかな。じゃあフレンドさん、魚ちゃんをね選びましょう。ルークさん、うわ、いや、いいな、ルークいいな。さあ5の19、放課後。おお、いやー、ドキドキするな。誰か選抜メンバーに選ばれたからには、うん、歌や踊りの特訓があるんだろうな。そうだろうね。そりゃそうでしょ。お前らに負けたと思うとはますます悔しいんだぞ。おい、お前たち。お、カリジャミ。カリモとジャミルじゃねえか。どうしてこんなとこに。俺たち二人は選抜メンバーオーディションに受かったんだ。おお、さすがっす、先輩。もしや、お前たちも。イエス、オーイエス。そうなんすよ。じゃあ、あの日はうまくパフォーマンスできたんだな。よかったぜ。いいな、このメンバーいいな。でも俺様だけが落ちちまったんだ。悔しいんだぞ。まあ、人間じゃないからね、グリム。さすがのビル先輩も、君をチームに組み込むのは難しいと思ったんだ。色変わっちゃうからね。うん、一人魔物がいたら色変わっちゃうし、うん。元気出せよ、グリム。クラッカー食うか。クラッカー。またそれか。いらねえんだぞ。そこの5人と1匹、泊まりたまえ。あ、いい声のモブ。僕たちのことか。イエス。VDC 選抜メンバーオーディションを通過した方々とお見受けする。イエス、オーイエー。なあ、ビルに呼ばれてきたところだ。あいつのところまで案内してくれないか。私たちを倒してから行きなさいみたいな、そういう感じか。ほら、残念だったな。そうやすやすとここを通すわけにはいかない。くそー。ホムフィオーレの門は、美と強さを兼ね備えた者のみが通ることを許されるのだ。なんかゴーストマリッジにこれに近いことされた気がするな。さあ、私が投げた手袋を拾いたまえ。来たね。なんかみんなこれ結構好きなんだよね。私が投げた手袋を拾いたまえ、結構なんか人気ワードに入ってるよね。なんだあいつ、手袋を投げつけてきたぞ。どうしたんだ。ぼーっとするな、カリム。ああ、来るぞ。行こう。かかってこい。おお、始めよう。あ、てか、狩りの時間だ。めっちゃ偶然なんだけどさ、めっちゃ偶然、ごめんなさい、めっちゃ偶然、トロさんの パーティーちょうどあれやね、エーデュースジャミカリだったね。超偶然だわ。あ、やべえ、あれがいいものかい。やべえ、うんうん、力任せ。逃がさない。やべえ、終わりだ。あ、終わった。終わった。嘘だ。余裕だったな。ほら、僕は誰よりも正しい。あ、オッケー、オッケー。もうガチパーティーで挑んだ。なかなかやるじゃないか。いや、君たちこそ。こっちのご利用しか効かんかったわ。ちゃんとパーティー編成し直した。だが、これで終わると思うなよ。真の美への道のりは遠く険しいものなのだ。昔の昭和のアニメのラスボスとか、昔のゲームのラスボスだな、これ。だが、これで終わると思うなよ。いきなり襲いかかってきて、何なんだ一体。とにかく、ボールルームへ行ってみましょう。いや、まだなんかワンサカ出てきそうだな。大丈夫？いける？さあ、5の20、白夜さんお借りしようかな。レオナさんをね。やっぱりまだバトルあるんじゃねえか。連戦だね、こっから。貴様ら、オーディションを通過した者たちだな。いい声、貴様ら。オーディションを通過した者たちだな。
わ、めっちゃいい声。正門にいた寮生はやられたか。お、だが、お、所詮奴らは小手調べ。一瞬杉田さんっぽかったけどね、違ったわ。いや、声かっこいいな、渋くて。今度は私たちが相手だ。お、そう簡単に我らが寮長たちの元へたどり着けると思うなよ。はあ、呼び出したのはそっちだろ。わけがわかんねえんだぞ。わけがわかんないよ。キューベイのセリフだよ、キューベイ。わけがわかんないよ。かかってこい。力と牙以外にも戦う術は。もうボッコボコにしちゃうからな。ギッタンギッタンのボッコボコにしちゃうからな。よいしょ。始め。リドル寮長、俺が片付けちゃっていいっすか。僕を差し置くとは度胸が終わりだ。油断が。じゃあ行け。この勝負、俺の勝ち。オーケー。私はここまでのようだ、無念。いや、この展開ゴーストマリッジ似たような展開見た見た。最後までお前と共に戦えたこと誇りに思う。なんだここ。かく。中二くせえな。中二くせえな、セリフ。イデアがなんか反応しそうだな。あごら、そっちから喧嘩ふっかけてきたくせに勝手に悲劇ぶんなよ。ホムフィオーレってハント先輩といい、何を言ってるかよくわからないやつが多い気がする。そうっすね。これが魂の資質の違いなのか。いや絶対違うな、魂の資質これは関係ねえな。魂というより価値観や美意識の差だと思うが。そうだね。うちの学園っていろんなやつがいて面白いよな。いやまだ来る。いたぞ、選抜メンバーだ。誰、いたぞ。え、めっちゃいい声この人。フォムフィオーレ寮生の誇りをかけてここは通さない。いやめっちゃ来る。また出てきた、これじゃキリがねえんだぞ。ねえ、また変なことに巻き込まれつつある。とにかくボールルームへ急ぎましょうね。うわ、壁ドン。なになに、ビル様が壁殴った。遅いじゃない。あ、違う、ドアの音か。やっとボールルームにたどり着いた。あラスボスか。なんでこんな目に遭わないといけないわけ。ラスボス例、ビル様とルークと戦うんじゃない。それはあんたたちが選抜メンバーになったからこそよ。あー、あれか、選抜メンバー倒したら交代できるとか、そういうあれか、参加権を奪うことができるとか、そういうあれか。キラピアか、シャラ。眩しいんだぞ。シャラララン。どうやら脱落者はいないようね。ひとまず合格。あ、違う、それ、あ、試験か。あ、最終試験的な。ビル、こりゃ一体どういうことだ。おう、どうもこうもないわ、ただのウォームアップよ。全身運動で体が温まったでしょ、すぐさまレッスンがスタートできる。ああ、そういうことね。いいこと、これから私たちはナイトレイブンカレッジの代表として、ああ、ボーカル&ダンスチャンピオンシップという戦いの場で世界一を目指すの。おお、あの程度の障害を突破できないメンバーはいらない。あんま戦闘関係ない気がするんだけどな。大会に向けて、ああ、すでに戦いは始まってるの。始まってたわね。今この瞬間からお遊び気分を許さないわ。オッケー。ビシビシ鍛えていくから覚悟なさい。はい、よろしくお願いします、ビル様。のよくわかんないけどわかったぜ。なんかこの感じ、ビル先輩うちの寮長に似てね。まあ、ちょっと厳しい感じがね。アースラビルとパムフィオーレはどちらも女王の精神に基づく寮だからな。あー、そっかそっか、女王ね。自然とそうなるんじゃないか。おやおや、ロア・ドゥ・ポアゾン、最初からフルスロットルだね。君の輝きに目がくらんでみんな動けなくなってしまっている。選抜メンバーの諸君、まずは合格おめでとう、ブラボー。エペルさんがな、嬉しそうな顔してないんだよな。エース君、デュース君、はあ、カリム君、はあ、ジャミル君、はあ、そして私とビル、
我々7名は今日からトライブだ。いやー来たね、7人来たね。7人の小人じゃないけど、小人1人しかいないけど。あーエペルさん、 VDC 当日までどうぞよろしく。うん、ほら、ムシュヒメリンゴもご挨拶を。ヒメリンゴね。エペルです、よろしくお願いします。ヒメリンゴで怒らないんだ。いやいや、ちょっと待つんだぞ。ずっと俺様とこいつを仲間外れにしやがって、うん、不合格にしたくせに、なんで俺様たちまでここに呼んだんだぞ。雑用マネージャー。それについては私が説明しましょう。私優しいので。お前か、お前か、お前の差し金か、クローリー。いやークローリー関与してないと思ったけど、やっぱクローリーじゃねえか、やっぱクローリーじゃねえか。21怪獣リワード、これが前編1の最後なのかな。いや、それについては私が説明しましょう。私優しいので。早口。いやもう、うちのグリムちゃんにちょっと黒い石を食べさせないでくださいよ、クローリーさんよ。ほな、学園長、おめえ毎回突然出てくるんじゃねえ、びっくりするんだぞ。それは失礼、急に出てきているつもりはないのですが。ああ。うんうん、君たちも選抜メンバーと共に集まっていただいた理由、それは、それはこの週末からボーカル&ダンスチャンピオンシップ本番までの4週間。4週間、じゃあ今1月半ばってことか。え、あーで3日、6日くらい経ってる、10日くらい経ってるから、あーそういうことね。1月4日くらいから学校始まったって感じか。あーそういうことね。出場メンバーの強化合宿を行う宿舎として、うん、オンボロ寮を提供していただきたい。出場メンバーの強化合宿を行う宿舎、え、カリムたち泊まるってこと、オンボロ寮強化合宿。強化合宿、オンボロ寮で寝泊まりするってこと。確かに部屋はたくさん空いてる。え、ドキドキするね。いや同じ布団でいいよ。なぜ同じ学園内で合宿をする必要が。まああの協調性というか、俺たちは所属寮にそれぞれの部屋が用意されています。じゃあ見るな。なんかみんな早口なの。チームワークを育むためです。うん、ああチームワークね。君たちは寮も学年も生まれた場所や文化も異なる。ああ共に生活することで相互理解を深めていただきたいのです。いやなんかその辺もあれやな、白雪姫っぽいね。オンボロ寮、7人の小人の小屋でさ生活するじゃんね、白雪と。あーあーそういう、すごいな、オンボロ寮すげえな、オンボロ寮。確かに一流の音楽グループがチームワークを高めるために寝食を共にするのはよくあることね。じゃあお風呂とか入らないのかな。ね、映画おこりんぼかなんかがね無理やり表されとったけど、それに近い感じの あるってことかな。フォムフィオールでも良いかと思ったのですが、それだと違う寮のメンバーはアウェイ感が出てしまう、うん、あー確かに。おこりんぼ誰だろう、ジャミルかな、どっかどっかなんだから。おこりんぼはジャミルなのかな多分。しかしオンボロ寮であれば全員フラットな気持ちで合宿ができるのではないかと考えたのです。あーまあ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 理にかなってる。いきなりそんなこと言われたって。うん、やっぱ初っ端からメンバー降りたくなってきた。寮をまぜこぜで合宿なんてすげえ面白そうだな。しかも寮長2人いるからな。でも俺とジャミルが2人とも寮を開けて大丈夫なのか。ああそれについてはご心配いりません。学園長である私の権限で参加メンバーを全面的にバックアップさせていただきます。ああ私とっても優しいので。そのバックアップが怖いんだよな。学園としても君たちには他校を下し世界一の称号を手に入れてもらいたいですからね。ああ待つんだぞ、俺様たち選抜メンバーじゃねえのに、なんで協力してやんなきゃなんねえんだ。絶対にお断りなんだぞ。あとオンボロ寮別にあれよグリムちゃん、我々のあれじゃないからね、所有物じゃ。おやグリム君、そんなこと言っていいんですかね。いいんですかね。もし寮を合宿所として提供してくれたらすごくいいことがあるかもしれないのに。すごくいいことつなかんかな。かな、なんなんだぞそのいいことって。
もしチームが優勝した暁には私とルーク2人分の賞金をオンボロ寮に寄付するわ。え、本当に？え、じゃあオンボロ寮を立て直せるってこと？250万。え、私とルーク2人分の賞金を、だから、あ、違うか、500万で7人で割るから、あ、そっかそっか。へえ、出場しないのにどうしてですか？私はそんなスズメの涙みたいなギャラ興味ないもの。あ、お金は興味ないんだね、ビル様。ビルのために働いてくれるサポートメンバーに礼を尽くすのは当然のことさ。500万マドルを7等分してその2人分もらえるってことは、もう100万ぐらい、100万前後だよね。約142万マドルだ。わーわー、うな、それってツナ缶が4000個よりいっぱい買えるんだぞ。空いている部屋を提供しサポートするだけでチャンスが手に入るのに絶対に嫌なんですよね。はあ、いや絶対に嫌ってわけじゃないよ。トンボロ寮を宿舎にしていいなら、うん、水回りなども経費でリフォームしようかなと思っていたんですがね、うん、マジで？はあ、リフォーム非常に残念です。この話はなかったことに。そのリフォームで、あの鏡となんかあるのかな。リフォームで取り外しますってなるのかな。ならんかならんか。ツナ缶富豪になれるチャンス。じゃあさ、あれか、もしかしたらミッキーと接触するかもしれないってこと？エイデュースたち。なあ、どうするんだぞ。え、いいんじゃない？いいんじゃない？ね、わかりました。提供します。そうですか。ご提供いただけますか。おう、いえ、いえ。私も合宿スタートに向けていろいろ手配をしておかないと。では皆さん練習頑張ってくださいね。全く口が挟めないまま合宿が決まってしまった。そうね。そうね。ま、たまにはいいんじゃね。ポジティブやな、エースで。だって合宿中はハートの女王の法律違反で首をはねられることもないってことだろ。あー、まあそう、そうだね。いつもより気楽じゃん。そうだね、あなたたちにとってはそうやね。オクタビネルの次はハーツラビル、スカラビア、トムフィオーレとの合同合宿か。そっかそっか、あー合同か、あ、そうだね、4章でオクタと。こりゃ、にぎやかで楽しくなりそうだ。面白いな。学園長の決定なら仕方がない。うん、逆らって心象を悪くしたくはないからな。あー、強化合宿についてのミーティングは以上。次は早速レッスンを始めるわよ。オッケー。え、レッスンは強化合宿が始まったらじゃないの？うぬぼれないで、信者が一号。信者が一号。あんたたちは歌も踊りもまだど素人、一分たりとも無駄にできる時間はない。まあ、そうだよな、レベル違うからな。いいね、我らが NRC トライブの旅立ちを祝し、汽笛代わりに一曲奏でようじゃないか。NRC トライブ、汽笛、ウィリー戦かな。さあ、音楽をかけてちょうだい。ああ、ピースオブマイワールド。あるの？あ、最後にある？7人で歌って踊ろう。うわ、すげえ。え、曲調がちょっと違う。待って、歌ダメ。ダン、オッケー、フルコン。いやー、音ゲーっぽくなってきたね。じゃあまたね、次、多分9月28ぐらいかな、次。前編の2が来るのね。また、そしたら同じ風にね、実況動画撮っていこうかなと思いますので、よかったらまたね、ご視聴いただけますと幸いです。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。